はい、さいちゃんまりです。お久しぶりの更新になりました。お待たせいたしました。久しぶりのちゃんまりの顔になるかと思うんですけど、何かこう違和感がありませんかね。そう、口紅の色が大変に似合っておりません。このね、青みのピンク、これがね、まあ、見てわかる通りね、全然似合わないんですよね。まだこれちょっと明るい色なんで、それでもいや似合わないね。うん、似合わないんですよ。今回何かと言いますと、似合わない口紅をどうしてもつけたいんです、どうにかなりませんかっていうリクエストはね、結構多かったんですね。ただね、ちゃんまりは自分に似合う色がね、結構好きなタイプなので、あんまりこうわざわざね、似合わない色をつけようっていうのがね、あんまなかったんですね、今まで。なので今回はこうするといいよっていうよりは、ちょっとね、一緒に実験しながら解決方法を探っていこうみたいな動画になります。ちゃんまりが今んとこ思いつく限りの、まあ、対策というか、こういうアイテム使ったらいいんじゃないかなとかね、そういうものをいろいろ用意しております。今回はね、一応服の色に影響されないようにね、服も白にしてみました。前髪も全部上げております。今回つけているリップはこちらです。こちらですね、前に免税店での購入品っていうので紹介したジバンシーのリップですね。こんな感じの色。こちらね、一応仕事用に買ってはみたものの、今のところあんまり使う機会がなくてですね、まあ、ただ衛生面心配なので、今回はこちらのね、スパチュラに取りながら使っていきたいと思います。そんな感じでいきましょう。それではレッツゴー。まあ、単純にイエローベースの私に対して青みのピンクが似合わないっていう話なので、リップに黄色みを足してみようと思います。今回こちらを用意してみました。 LB のスパイシーグロスジューシーイエローです。こんな感じで手に乗ってもわかるぐらい結構しっかり黄色が発色してくれるみたいですね。これを重ねてみましょう。単純に黄色を足す。そんなにわかんないかな。そんなにわかんない気がする。え、どう？ちょっとこれ期待してたんだけど、あんまちょっとよくわかんないな。次、イエローベースの方はシルバーよりもゴールドのラメが得意です。ということで、ゴールドラメのリップをね、ちょっと重ねてみます。こちらね、前に1円リップでね、紹介したゴールドのリップがね、ちょっとまだ捨てずに残ってたので、これを重ねてみたいと思います。これ前ね、レビューで試した時にかなり色味変わったんで、期待大ですね。お、どうですか？これさ、ちゃんと割と似合う色味になりましたね。うん、なりましたよ。なりましたけど、一つ問題ですね。これは最初の色と全然違う。これは青みピンクではないですね。まあこれもありっちゃありだけど、その青みピンクがつけたいっていう点ではちょっとアウトかな。うん、次、今現在チークとアイシャドウ、まあ、こういう色物系は全部そのイエローベースに似合うような色を使っておりますので、このリップに合わせてブルーベースの色物を使ってみる、やろう。はい、チークはキャンメイクのクリームチーククリア、CL09 番ですね。こんな感じの青みのピンクのクリームチークです。それからアイシャドウはハローキティとダイソーのコラボのやつですね。アッシュグレージュです。こんな感じの色です。ブルーベースのブラウンですね。ベースはそのままなんだけど、リップに合わせてアイシャドウとチークをブルーベースのアイテムにしてみました。うん、はい。ちょっとただ似合わないメイクしてる人になっちゃったな、これ。はい、こんな感じです。はい、今んとこうまくいかないね。今んとこうまくいかないね。次、まあ、そもそもベース自体がイエローベースっていうところが難しいかなということで、ベース自体をブルーベースに寄せていきます。下地として使うのはこちら、素顔のシルク感カラーベースのブルーです。こんな感じで超ブルーでございます。ファンデーションはちょっと迷ったんですけど、こちら使っていきます。メディアのクリームファンデーション、明るいソフトな肌の色 POB1。 これがね、こんな感じでちょっとピンク系の色味なので対応できるかなと思います。最後に仕上げのパウダーとしてこちら、スザンヌの UV クリアフェイスパウダーのラベンダーです。比
こちらですね、評判のいいサラッとするラベンダーカラーのパウダーでございます。こちらのねアイテムを使ってベース自体をねブルーベースに寄せていきたいと思います。イエローベースの人がブルーベースのアイテムを使ってベースメイクをするとこんな感じです。ホワイトはちゃちゃっと眉毛まで描いたところで、でチークもさっきのブルーベースの色のねチークにしてみます。はい、じゃあ塗ってみよう。ベースも青くなったからね、これで。お、あれ案外さ、これほらこう首から上見たらしっくりきてますね。やっぱりブルーベースの肌に寄せればブルーベースのリップは似合う。ただしこうですよ、この首と顔の色の差なので、まあ首とかこう手もだね、手もブルーベースになるようにしっかりメイクすればいけるね。これちょっと目元も軽くなんかブルーベース系のアイシャドウ塗っておきます。うん、あ、ほら一応ほら馴染んだ。顔面だけこうですね。こうしても手がちょっと、こうかこうしてしまえば、馴染みましたよ。ちゃんと馴染んでるよねこれ。要するにですよ、イエローベースの方がこのブルーベースに似合う青みのピンクのリップをこの色のままつけようとしたら、ベースをブルーベースに寄せる、思いっきり寄せる。そうすれば一応この青みのピンクがそのまま似合う顔面にはなれる。ただしやっぱり見てわかる通り首との色の差、それから手との色の差、色の差っていうか色味の差ですよね。これ黄みと青みの差ね。私がね色素薄いメイクで色白にしたいからといってイエローベースの人はブルーの下地使わない方がいいよって言ったのはこういうことですね。色味が変わってきちゃうんで差がすごいですね。顔が白浮きしております。なのでこの手法をやりたかったら首とか手とかも全部同じように色を何かしら塗らなければ浮きますね。はい、ちょっと首も塗ってみようかな。じゃあまあ、首もねほら塗ったらちょっと統一感が出ました。ちょっとマシです。ここ塗ってないからこうですね。こうすればマシ今回試したのは1つ目、イエローのグロスを重ねてみる。これはまあアイテムによるかもしれないですね。この LB のやつが発色が悪かったのかもしれない。これはちょっといまいち黄色の威力が弱かったです。次にゴールドのリップを重ねる。これはですねきちんと自分の顔になじませることはできたんですけど、この青みのリップの色自体が変わってしまったので青みのピンクがつけたいっていう点では失敗かもしれないです。それから3個目にやったのが、ベースはそのままでカラーアイテム、チークとアイシャドウをブルーベースのアイテムにしてリップに合わせる方法ですね。これはもう単純にね似合わないメイクをしている人って感じになりましたので、まあんまりおすすめしないですかね。これちょっと違ったと思います。はい、で最後にやったのがベース自体をブルーベースに寄せるですね。青みのピンクをそのままの色出して使おうと思ったら、まあ、これが一番有効かなと思いましたね。この顔に違和感なくなじませることはできてるかなと思いますが、まあ、やっぱり顔は塗ったとしても顔以外のね見えている肌の部分と色のギャップが出てしまう、それからまあ白浮きしてしまうっていうところがありますので、もう本当に全部見えてるとこ塗るぞっていう気合がある方ならいいと思う。でも逆にそこまでやらないとちょっとね浮くよね。はい、とまあこんな感じでいくつか方法を試してみましたが、どうでしょう、参考になりましたかね。まあ解決したんだかなんだかよくわかんないけど、まあ一応ねこういう方法もありますよということで何かしら参考になれば嬉しいです。はい、近々ですねまたちゃんまりが質問に答えるよの動画をね作ろうと思いまして、質問を募集しております。でその質問自体はですねここのコメントじゃなくてちゃんまりのチャンネルにコミュニティというね写真と文章投稿できるところがありますので、そこに質問募集中っていうのが1個投稿してあります。そこにコメントで質問をお願いします。質問をくださるときに1つお願いなんですけれども、
その質問に対してのちゃんまりの回答を甘口回答がいいか辛口回答がいいか、これをですね記載してください。甘口ならめちゃくちゃ優しく教えますし、辛口ならめちゃくちゃ厳しく答えます。ある程度集まり次第また動画にしますので、そちらもよろしくお願いします。以上ということで、今回は全くもって似合わない青みピンクのリップをどうにかして似合わせたかったでした。参考になったよ、それからちょっと私も試してみようかなって思った方は評価とチャンネル登録お願いします。それでは次回もお楽しみに。 See you!